はい、どうも、メイエンディス。あ、どうも、チュッシュ。はい、というわけでね、こちらのデッキです。イエス。こちらです。リスク・デストロイヤー。はい。デストロイヤーはね、やっぱどういうデッキなのかをね、どういう強さなのかを皆さんにお伝えできたら。そうですね。あ、これまず。まず厳しい。そうなんですよね。盤面作っていきながら戦うデッキなんで。そうなんだよね。うん。そうなんだよね。そうですね。あ、やべ。ここであれ引いちゃったのでかいな。これこっち側に置きます。はい。ポイズン強えな、結局今。はい、強い。はい、当たり。これ当たりですね。これ、そうだね。うん、先行1ターン目のリスクの一ちゃん当たりかもしれない。そう。バーンかこれかじゃない。あとはまあ呼ぶか。呼ぶもやばいか。うん。これ取れんのか、取る気ないんじゃないですか。なるほど。やっぱ HP900 はね、うん、えぐいんで、いいっすね。残りましたと。残りはしたけどじゃない、したけどだね。で、えこの野郎取れねえじゃん、だって取れねえんすよ。せっかくのデストロイヤーがあまりうまく活かせないと。はい、しゃーなしっすね。まあでもこれ縦をきれいに取れるんで、はいはいはい、いいかな。予測不能練習。この最初の500やっぱ効いてんな。効いてるけど、これで今タイだからね。そうだね、確かに。あ、で200はオーバーか。そうだね、まあ、今のターンポイズンにされなかったのがでかいっす。うん、それでまだ来ないからバーストも来ないと。完全に相手 CPU なんですよ。やめよう、そういうの。完全に動きが CPU なんですけど。ここでローラコロンブスがやられてしまうと。よいしょ。突然変異ですが、これ打ちましょう。はい。おい。勝利の女神は。よいしょ。あ、そっちか。この一戦にかける執念を見せつけた。ダーツいいよね。バーン、ダーツ、ヴィランスとダーツ。ああ、なんでのこの FB が結局いいなって思って。ああ、なるほどね。どっちかな。お前だったらこれでもいいレベルなんだよな。まあそうだね。どうしようか。はい、12。あれで埋まってんの。逆に500。あ、強い。ああ、強いよ。今何、プロテクター300。プロテクター300ですね。バーン、これ500入ってれば勝ってたんだけどね。そうだね。おもろいな。さすがに2300、はい、はこのターンのポイズンを入れて2300は削れないでしょう。ないでしょう。はい、いくらなんでもって感じよ。全然聞き入っていう。あ、今日ですよね、アニメ。そうっす、フェイトリーグ。この動画がこう、アニメが終わった後にこの動画公開されてるんで。あ、そうなん。アニメからそのままね、この動画見てる方が多分多いんじゃないですか。アニメは何時からですか。アニメは20時から配信してるわ。マジマジ。プレミア公開。確かに。なんで僕がじゃあコメントしてみます。うわ、見てー、ウメイヤゲームズだよーって言いながらコメントします。よろしくねーって言っていて。この後動画上がるよーって。売名しておいてさ。いや、楽しみですね。楽しみだよね、非常に。はい、まあ、ここはリスクデストロイヤーのね、強みをきちんと生かしつつ勝利と。そうですね。はい、はい。まあ、エアリーサダとかこの辺はもうずっとだね。絶対入ってくんない。やっぱギリギリなんだよね。このターンも結局500とか600しか出ないから、
うん、難しいとこではあるですね。結局アカデミーだったりを絡めていかないと火力が出せない。そう、火力出ないから、うん、そこが結構難しいとこなんだよね。そうですね。お店行きましょう。はい、18番街ですね。さあ18番街、18番街はどうですか、相性というか。まあ普通、うん、そう、結局このリスクデストロイヤーの強みのポイントの一つとしては、まあ、HP900 っていうところじゃないですか、うん、ただ18番街300、300、300で取ってくるんで、よっ、馬尾だね。リスクデストロしてるね。今日はデストロイヤーですから。そう、結局300、300、300でリスクデストロイヤー取れちゃうんですよね。そうなんだよね、うん、300、300、300でデストロイヤー取れちゃうんだよ言ってんだよな全く同じの言ってんだ。リスクデストロイヤー取れちゃうんだよ。取れちゃうんだけど、はい、でもこれは下げられたね、相手。そうですね、ほら、はいはいはい、これ全然いいんですよね、はい、これ全然いいんですよ。このルリーとかを全然無視しながらでいいんで。そう、だから攻められるよねっていう話だね、はい、攻められるんだよねっていう話なんだよね。そう、上がっていくかな俺今日これ今リスクデストロイヤーのコスプレしてんだ今。ほんと映さないでほしいわ映んねんだって。映んねんって言ってるけど、なんか言ってるから一応ね、つけてこれまたほら体力線がね、相手の横に出ちゃったから、はい、もう相手もびっくりしちゃって。素晴らしい。これ相手今すげえびっくりしてると思うよ。またーってもう驚いちゃってからね。この見込み取らねえと負けじゃんみたいなフィーティングバーストを打つしかないんだけど、はい、5番にまず置いて、まあそうですね、でファイティングバースト打って、なんだよね、あれ、おっと外れるよ、これ外れるよ、その指外れるよ、うめんだうまかったわ。まあでもまあまあまあいいでしょう。はい、で8、5とか7、5とかでいくのかな。大丈夫、こちらも体力3000なんで、まだやめろや。なるほど。これでも多分5番は開くんですよ。開きますね、はい、5番開くんで、大体もうファイティングバーストに使ったと。はい、使った勝利の前。おっと、何呼ぶってんだよ。そっちの盤面作ってくるやつ。全然いいよ、まあ、全然いいね、これは。全然いい全然良かったね。ここか、こっちもいいか、うん、はい、あとは2600なんだ。そう、どうやって取ろうかな今ここに置くしかねえか、見込みしかないですね。はい、はい、これで相手を攻める手段はなるべくやっぱ取っておきたいと。はいはいはい、ちょっと嫌なのが見込みをなんか出されてって感じがちょっと嫌だったなって感じですかね。うん、まあ、このガタロウほっといても正直いいでしょう。はい、デスクデスドレイヤーがいるから、これ1500とかまで削ってくれたらもうこっちも勝ちなんで。そうっすね、これで、うん、また相手はこれを上げることができないんですよ、相手は。はいはいはい、10番12番に上げちゃうと見込みが取れなかったりするんで、だから7番に置くしかほぼないと、うん、まあそっちでもいいんだけど。はいはいはい、だからこそ強いよね。そうだね、この体力が高いっていうのは。うん、しかもファイティングバーストも打てますよと。はい、適応できていないのはおめえだ。全然弱い。はい、いきます。はい、この圧素晴らしい。300全員にベン。おい、強い、使いこなしてんね。ああ君、俺は誰だと思ってる俺はデストロイヤー大佐や。いいな、惜しかったな。やめ、バタルしとりねえ。あー、そっか、一応プロテクターつけたっすか。怖えし。はいはいはい、一応怖えし。そうっすね、向こうからデストロ呼ばれて500ダメージとかっていうなんか変なのが起こりかねないんで。確かに、それはないけど。
はい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 、いやいや、いいよ、詰めてくね、シェイプアップ、詰めてくね、いい、これで600ダメージ、お、初戦って1あるよと、バチコーイ、どんまい。これ次デストロイヤー出したら500ダメージ入るんで、このターンで終わりですよ。あ、引けてねんだ、勝ったな。だからやっぱ JP っていうそもそもブランド自体が普通にやっぱ強いんだよね、うん、強いけどやっぱ18番街が今強いよ。あ、まあね、18番街結構頭いかれて強さしてるもん。そうね、うん、俺たまに処理できなくて死ぬもん。なんだーにー、なるほど。でもそれで言うと今 GGG もやばいぞ、強いの、強い、おかしい強さしてる。何が強いの、ポイズン DDD も強いし、普通のポイズンがやっぱ強い、うん、めちゃそうだよ。あ、これやばいんじゃない、いや残ったよね、エアリー残ったって、残ったとしても大丈夫か、ダッサイが呼ばれなければって、ダッサイ5万人呼ばれたらつくね、全然大丈夫。死ぬ、よろしい。いやー、いいっすね、もう一戦いきますか、いきましょう、さあいきましょう、アスクリート先手引きますね、先行、アスクリ先行はいいでしょう、まあそうっすね、うん、アスクリ相手の先行はかなりいいと思うよ、はい、相手下がらせますから、下がってこないか、いっと、いや、ピッと。ここでなるべく火力出したかったっすよね。よし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 、なるほど、そこまでの火力にはならなかった、なるほど。これ先手エアリーとかでガン詰めの、もしくはやっぱアカデミーとかが本当は欲しいところではありましたと。これ JNI 入ってほしいです。 OK、 いいでしょう。1800か、まあ、一応ファイティングバスター打ちます、はい、怖すぎて、怖すぎます、怖すぎて、怖侍なんで。このプロップのゴリ押しかと思いきやローラコロンブスは入ってるって感じなんですね。なんでローラコロンブス入ってるのか全然わかんないけど。遊び相手にちょうどいいね。あとやっぱあれが欲しいな。この次のターンに J9 がまた来てほしい。そうだね。ほぼ勝ちみたいな。うんうんうん。やっぱり火力出すためにまあアカデミー J9。これ見込みでもいいんだよ。そうね。リスクデストロイヤー俺マジで使ってないからわかんないんだけど。例えば敵メンバーに300ダメージとかがこの状況ではさすがに起こんないの、それともすかす可能性はあるのかな、あんじゃない、見込みいきますわ、はいはい、はい、デストロイヤーで来ておいしいのと相手リーダーに500ダメージ と、はい、とプロテクターとバーンなんで、はい、まあ、美味しかったっちゃ美味しかったか、バーンとか来てるの、そうです、またメンバー呼び出しで、まあ、メンバー呼び出しは微妙でしょ、場所的にかなり厳しいと思う、どっか出てもいい、はい来た、はい、はい勝ち、まだ分かんない、ガチでこいつ知らないのに、素晴らしい、やっぱ今の3番に置いとくのは結構正解かな、まあそうだね、うん、知りません、はい、プロテクターも残っていたと、アカデミーでも全然良かった。すいません。1500やってねえからまだなんだ。忘れていた。忘れていた。やばいやばい。これか？やばいやばいやばい。これで500人かける。やばい。これで500人かけるか。マジ？こっちか。そこだな。そこはそこに900いるのは強い。はい、OK。あぶね、そうだよ、俺全然相手ファイティングバスト打ってねえじゃん、いやローラコロンブスなんなら残っててよかったけど、いやローラコロンブスは残んない方がいいだろ、今ファイティングバスト打ってくれてたらぴったりだったのに、そうよ、いや普通に
ジャスティス。ほら、打ったと思ってた、それ。あいつ、なかなかうまいな。なるほどね。J9 読みのやつね。でしょ。ほんと？どう考えても。いや、そうじゃない？まあ、そうか。ピンチにあえて入れなかったか。うん。でも相手これ吹っ飛んだら絶対負けだし。よっしゃーよっしゃよっしゃ、いいっすね。ちょっと今のは楽そうに見えて実はおもろい試合だったんじゃないかな。そうね、はい、相手のファイティングバーストのタイミングに踊らされましたね。そうですね。はい、というわけでね、今日のデスプレストロイヤーの歴史をご説明できました。まあこちらです。はい、こちらです。はい、よう、まあね、完全に予想してました。結構僕好きなのオールデイズスカイ。はい、僕はこれ見た時に、うん、オールデイズスカイ入るんだって思ったんですけど、やっぱこのデッキって1体を生き残らせたいデッキなんですよね、うん、次のターンまで自分のファイター1体残ってたら結構アドバンテージ取れるかなっていうデッキなんで、うんうん、例えば、まあ、見込みの出して、はい、オールデイズスカイ出せたりとかしたら、はいはいはい、もう見込みの体力が1000でそいつ取るの結構大変だったりするじゃないですか。そうですね。だから、まあ、そこはねうまいこと、はい、まあ、リスクデストロイヤーにつけたらもう1100になったりとか、そう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 、うん、そこら辺をうまく使いながら戦えるといいのかなと。はいはいはい。しかもこのオールデイズスカイのいいところって、はい、体力が上がるだけじゃない、カービィとか守るみたいに体力が上がるだけじゃなくて、うん、攻撃力もやっぱ上げてくれるんで。そうなんですよね。相手からしたらプロテクターなんて他にもいるんだけど、火力も一緒に底上げしてくれるっていうのが、そう、オールデイズスカイと。だから例えばね、コスティハニーとかと一緒に出しても強いんですよ。300で残るんで、うんうんうん、はいはいはい。だから残したくないファイターを盤面に残せるっていうのが、うんうん、オールデイズスカイの強いところかなと思ってるんで、なるほどね、僕は採用しています。はいはい。まあ、確かにこのデッキ、あの動画さっきの対戦中にも言ったけど、火力そう、火力が不足なんで、ね、結局不足する部分が多いんで、うん、そこをミスオールデイズスカイで補っていると。まあ、残しやすい、強力なファイターを残しやすくしてるっていう、うんうん、まあ、あとはまあ相手を下げさせて、それを処理するために下げさせて、うん、まあちょっと泥仕合にして、なるほどね、まあ、こっちがあのこのね、こいつねの効果、デストロイヤーの効果でまあ有利取っていこうよって感じかな、はい、うんうんうん、まあそこら辺はまあ使ってみてればだんだん分かってくるんじゃないかなと思います。いやでもいいな、やっぱかっこいいね、まず見た目も。こいつ？うん、えー、俺好き。デッドプールみたい。またねー。